こんばんは、森です。治水よ。治水様、今回は何をするんでしょう。最近嬉しいことに動画を見て eUFO を始めたなんて声を聞くようになったんだけどね。それは嬉しいですね。ただ買ったけど、よくわからなくてやってないなんて声も耳にするのよ。ふむふむ、eUFO のチュートリアルはそこまで作り込まれていないですしね。というわけで今回から何度かに分けて、まだ eUFO を始めたばかりの人向けの動画を出そうと思うわ。なるほどです。それで今回は、僕的に詰まりそうなポイントである、ゲーム開始直後の準備について紹介しようと思うわ。ああ、動画だと基本カットしちゃう部分ですね。毎回紹介というわけにはなかなかいかないからね。注意事項として、今回の動画では、すべての DLC の要素も含めて話すから、もし DLC を導入していない状態でプレイしているという人は、そんな画面がないという場合もある点には注意してちょうだい。あくまでも一例にはなるけど、少しでも参考になれば幸いよ。というわけで、早速始めていくわよ。1444年11月11日、eUFO ユーザーにとっては、おなじみの開始日ね。一応 eUFO では1821年まで1日単位で開始日を指定して遊び始めることができますが、基本的には1444年11月11日スタートが多いのではないかと思います。ゲーム開始時点では、時間が停止されていて、画面右上の停止ボタンを解除すると時間が流れ出すわけなんだけど、今回はこの時間を流し始めるまでに行うことを説明するわ。本当に開始直後にやることですね。動画ではいつもさらっと流していますが、意外とやることが多かったりします。今回改めて考えてみたら、どの国でプレイを開始しても絶対に必要になる要素が7つ、プレイ開始国家によって増減する要素が5つ、合計12個の項目があったわ。そんなにあるんですか。一つ一つの項目は決して大きくはないから、普段プレイするときは意識しなかったけどね。まずは必ずやらなければいけない操作について順に紹介していくわ。お願いします。まず一つ目は階級よ。 eUFO の舞台となっている時代は、形はどうあれどんな国にも階級があった時代でもあるわ。そんな仕組みを反映させたシステムね。階級についてはプレイ国家の領土上で右クリック、あるいは左上に表示されているプレイ国家の国旗を左クリックすることで出すことができる。国家ビューの中で操作できるわ。この国家ビューは階級に限らず、いろいろな要素に触る eUFO の基本 UI だから、この操作は忘れないでね。この国家ビューの上部にいくつかのタブが並んでいるのだけど、階級は一番右のタブね。階級は、その国の生態や宗教なんかで、どんなものが存在するのか、それぞれの階級の名称も変わるんだけど、今画面に出しているオスマンの場合、聖職者はウラマー、貴族はユメラという名前になっているけど、変わっているのは名前だけね。ジンミーという階級もありますが、この階級は、オスマンの国境がスンナ派だから存在する階級ね。イスラム圏におけるイスラム教徒以外の人を指しているものよ。こんな感じで階級が存在しているのだけれど、1444年11月11日時点でやることは、それぞれの階級に特権を与えることよ。この頃の国家は王宮だけでは回らなくて、それぞれの有力者の協力がなければ国家運営できなかったのね。だから特権を与えて、その見返りに協力させるというイメージかしら。eUFO では特権は初めから用意されたいくつかの中から選ぶ形になるわ。今回表示しているオスマンの場合、最初からジンミーに一つ特権が付与されているわね。それぞれの階級の下にある枠を左クリックすると、付与する特権を選ぶことができるわ。特権もいっぱいありますよね。どれを付与すればよいのでしょうか。特権についてはそれぞれの階級や地域でも異なるから、詳しい説明は省くけど、大事なのはここの数字よ。ここに書いてあるのはそれぞれの階級の中性均衡値と影響力ね。ユメラの中性均衡値にマウスオーバーしてみて。何か UI が表示されましたね。重要なのはこの部分よ。均衡値は現在 43.4% で以下の影響を受けています。この部分ですね。これはスタート時点で 50% ある中性度が、時間の経過で少しずつこの数字に近づいていくということなの。今のままだと時間を進め始めたら、毎月少しずつ下がって、最終的には 43.40% で落ち着くということね。ふむふむ。それぞれの階級はこの中性度が 30% を下回ると不満を言うようになり、最終的には反乱を起こしたりするが、なので最低でも 30% を維持する必要があるんだけど、そのために1444年11月11日時点でやっておきたいのが、この中性均衡値を 50% 以上にすることなのよ。 30% あればいいのに 50% 以上ですか。これはこの時点ではそこまで影響しないんだけど、プレイを進めていくと上に表示されている直轄地の管理を行う場合、あとは付与した特権を後々剥奪する場合に、現在ある中性度が 20% 下がるためね。なるほど。階級について何か操作をするときに必要な 20% を確保するために、50% を上回るようにするわけですね。そういうことよ。
そこまで分かったところで改めてそれぞれの特権を確認してほしいんだけど、それぞれの特権には様々な効果があると同時に、中性筋構築を上下させる要素が含まれているのね。ここに表示されている数字ですね。これはつまりこの特権をつければさっき確認した中性筋構築がその分上下するということになるわ。ここの数字を確認しながら全ての階級の中性筋構築が 50% を超えるようにそれぞれ特権を付与しておけば良いのですね。そういうことよ。あくまでも基本的な考え方だけど、階級についてはここまでね。特権の優先度などの詳細についてはまた要望があれば動画にするわ。次に行くわよ。次にやっておくべきことがミッションの確認よ。ミッションは国家ビュー上部のタブの真ん中右の緑の旗のタブで確認できるわ。 EU4 のミッションはツリー形式になっていて、基本的に上から順に達成していくことで様々な恩恵が受けられるものになっているの。それぞれの国の歴史や生い立ち、成立背景に合わせて設定されているから、このミッションを順に達成するだけで一定の領土拡大ができたりするわね。基本的にプレイ開始時点で達成できるものはないけど、確認しておきたいのはそれぞれのミッションの達成条件よ。それぞれのミッションの左上のハテナマークにマウスオーバーをすることで確認できるわ。例えば世界が焦がれる都の場合、コンスタンティノープルを所有することが達成条件になっているわね。コンスタンティノープルの場所がわからなかったら、そのままハテナの上で左クリックしてみるといいわ。そうするとこのミッションを達成するために必要な州の枠が点滅して教えてくれるわ。これ地味に便利ですよね。日本はともかく世界のそれぞれの地域の名前なんてなかなか馴染みがないですし。そうね。つまりオスマンの場合、まずはこのコンスタンティノープルを所有しているビザンツを攻めるという一つの指針が立つわけね。こんな感じでプレイする上での指針を確認できるのがミッションよ。ミッションは基本的に有用なものが多いから時間を進める前に絶対に確認をすることね。同じく確認しておく必要があるのがディシジョン、国家の決断ね。これも国家ビュー上部のタブ、ミッションの隣にある望遠鏡みたいなマークから確認できるわ。こちらも様々な条件でいろいろなことが達成できる項目になっているんだけど、ミッションと違って最初から達成できるものもあるわ。一番右の便箋が緑になっているのが達成できるものね。これもハテナにマウスオーバーすれば条件を確認できるし、便箋にマウスオーバーをすれば得られる報酬がわかるわ。困ったらマウスオーバー、EU4 の基本ですね。ただこのディシジョンはミッションと違って必ずしも国家にプラスにならないものもあるわ。だからちゃんと条件を確認して取るか取らないかを選んでね。もし取らない場合にはハテナマークの左にある丸を左クリックするといいわ。今は表示されていないけど、特定の国家を形成する場合にもここに表示されるから、条件の確認をする意味でもディシジョンの確認も必須ね。次にいじる必要があるのがナショナルフォーカスね。これは EU4 のリソースの中でも特に重要な君主点に関する内容よ。ナショナルフォーカスは君主点に関しての国家の方針を決める要素かしらね。統治点、外交点、軍事点の3種の中から2種類の君主点を1つ減らすことで残りの1つの得られる君主点を2つ増やすというものよ。言葉だけだとわかりにくいですね。まずは国家ビューの一番左、王冠マークを左クリックしてみましょうか。この宮廷ビューの右下に表示されているのが今現在その国が毎月得られる君主点よ。で、数字の横にボタンがあると思うのだけど、ここでナショナルフォーカスを切り替えることができるわ。このボタンの1つにチェックマークが入っていたら現在はその君主点を優先しているということね。オスマンの場合は最初から軍事点にフォーカスされていますね。最初は設定されていない国も多いです。このナショナルフォーカスだけど、周囲に対して優位を取りやすい国なら統治点、そうではない国では軍事点に振るのをおすすめするわ。まあこれはあくまでも僕の考え方だから、今回はここでナショナルフォーカスを変更できると覚えておけば OK よ。次はライバルの指定ね。 EU4 では最大で3カ国ライバルとなる国家を指定できるわ。指定した国家とは仲良くはできないから、基本的には絶対に戦うことになる相手を指名したいわね。指名は国家ビューの左から3つ目の外交タブ、このタブの中の中央左くらいにある、ここで指定できるわ。いろんな国が表示されていますが、全部の国というわけではないんですね。国家の規模がある程度近い国じゃないと指定できないわ。ここに表示されるから必ずしも仲良くできないわけではないけど、このページの一番右の県がクロスしたマークが表示されている列、ここのマークがある国は相手からライバル視されているということだから、慣れないうちは基本的に相手からライバル視されている国に対してこちらからもライバル視するようにするのが楽かしらね。国家を選んだら確認ログが出るから、これで OK すればライバルに指定できるわ。どんどん行くわよ。ここまでは国家ビューの各種ページを確認してきたわけだけど、次は領土を見てほしいわ。領土のいくつかの場所に塔のようなマークがあるのがわかるかしら。これはこの場所に要塞が立っているということを示すマークよ。
どこか要塞のある場所を左クリックしてみましょう。このプロビ画面の建造物の中に城というのがあれば、そこが要塞よ。要塞は主に戦争の時に相手の足止めをするのが役割になるんだけど、戦争をしていない時には無用の長物だし、維持費もかなり高いのよね。だからすぐに戦争を開始しない場合には、維持費が半額になる要塞の停止、あるいは不要な要塞を完全に撤去する必要があるわ。撤去する場合は簡単で、建造物画面の城の左上にある×ボタンを押すだけよ。停止の場合は、プロビ画面の真ん中より少し下にある、軍事の項目のここのチェックを外せば停止させられるわ。停止を解除する場合には、ここのチェックをつければいいわね。もし国内にある要塞を全部停止したいのであれば、国家ビューの右から3つ目の軍事タブを開いて、左下にある1000要塞の無効化ボタンを押すと楽かもしれないわ。ついでに、このボタンの下にある、戦争中は自動的に維持費を上げる項目にチェックを入れておくと、戦争が始まったら自動で要塞が有効になるから、これも確認しておくといいわね。どんな要塞が有効かについては省略するけど、僕の場合は維持費が高いのを嫌って比較的撤去しちゃう場合が多いかしらね。要塞は便利だけどかなりの金食い虫であるって覚えておくといいわ。さてここまでで、すでにかなり長くなっちゃったけど、時間を動かす前に必須なこと最後の一つが同盟関係の選定よ。 EU4 ではかなり外交が大切で、特に相手が宣戦布告するかどうかは同盟国を含めた軍事力で判断されるから、どんな国でも同盟はかなり重要になってくるわ。もちろんどの国と同盟できるかは状況次第だから、時間を動かす前にその選定をしておく必要があるのよね。同盟できるかどうかは、同盟したい国を右クリックして開ける外交ビューの同盟行動の中にある同盟を申し出るという項目で確認できるわ。右側に緑のチェックがあれば同盟できる、赤の×になってれば同盟できないといった感じね。世界線によって意外と変動したりもするんですよね。慣れてくるとこの状況を確認してリセットをする場合も増えてきます。国家一つずつ確認するのが面倒な場合には、画面左上、国旗の左下にある生産インターフェースを押して、生産インターフェースの右側のタブで下から2番目の外交タブを選択、生産インターフェース上のタブから左から2番目の同盟行動を選択して、同盟を申し出るを選ぶと、現在同盟できる国家を一覧で確認できるわ。ここで注意点なのだけど、選定が完全に終わるまでは同盟を申し込んではいけないわ。どうしてでしょうか？ EU4 では同盟を含めたいくつかの行動は1日に1度しかできないの。そしてこの同盟できるかどうかの判定は1日単位で変わっていくわ。だから絶対に同盟したい国から順に同盟する必要があるのよ。特に1444年11月11日は他の国も一斉に同盟を結ぼうとするから、後回しにした結果外交関係が多いから無理と言われてしまう場合があるのね。だから同盟をしたい国にも優先度をつける必要があるわ。この時点で絶対に同盟をしたい国一つに同盟を結ぶのよ。なるほど。ちなみにこの時点で同盟できないからと同盟を必ずしも諦めなきゃいけないわけじゃないわ。国家によっては最初の時点では無理だけど、多少関係改善すれば同盟できる場合もあるのよ。さっきの生産インターフェースで確認できる同盟の数値は、一番右に同盟を結ぶまでの関係値も表示されているから、このリストで確認して多少のマイナスなら外交官を派遣して関係を改善することで同盟を模索してもいいかもね。関係を改善する場合には、対象国の外交ビューの中の関係行動タブの関係を改善するボタンから行うことができるわ。 EU4 の場合、外交官は2人ないし3人と限られているから、どこと同盟してどこと関係改善をするか、ここまでは時間を進める前に決めておきたいわね。もちろん選定が終わったら最優先同盟国には同盟を申し出るのを忘れちゃダメよ。かなり長くなっちゃったけど、これが EU4 で新たにプレイを開始した時必ず行わなければならない7つの項目ね。こうして聞くと結構大変そうに聞こえますね。今回はかなり丁寧に説明したつもりだから長くなっちゃったけど、一つ一つの項目に関しては慣れてこれば数分もあればできるわ。プレイ国家によってはまだ5つやることが増えるわけだけど、まだあるんですよね。ここからの項目もそこまで難しいわけじゃないから頑張ってついてきてね。プレイ国家によってやることの一つ目は陸軍維持費の半減よ。当たり前といえば当たり前だけど、軍隊は所有しているだけでお金、 EU4 流に言うところのダカットを消費するわ。でも戦争しない間はこの維持費って無駄なお金じゃない。だから平時にはこの陸軍維持費を半分にまで下げることができるのよ。陸軍維持費を下げる方法は、国家ビューの左から4つ目のタブ、経済タブの支出項目の一つ、陸軍維持費のスクロールバーを一番左にするだけよ。国から突然明日から給料半分なと言い渡されるわけですね。
維持費って必ずしも給料だけではないと思うけど、そういうことね。この維持費を下げていると、陸軍の士気は最低になって、減った兵士の補充なども行われなくなるわ。端的に言ってしまえば、すぐに戦える状態ではなくなるということね。この陸軍維持費の削減は、経費の削減で一番簡単に行えるから、プレイ開始時だけじゃなくてプレイ中も、戦争をしない間は、基本的に行うものと覚えておくといいわ。でも治水様、これってほとんどの国でやりませんか？必須と言っても良いんじゃ。そんなことないわよ。BU4 ではシステム的に、スタート日から1ヶ月間は宣戦布告ができないわけだけど、この1ヶ月が過ぎたら、つまり12月11日には宣戦布告をする国というのも存在するでしょう。あ、なるほど。つまり即戦争をする国かどうかで、この陸軍維持費を下げる操作をするかどうかが分かれるわけですね。そういうことよ。国によっては、そうしなければ存亡の危機になんて国もあるし、ちゃんとそこは判断しないとね。陸軍維持費は、戦争をするかどうかが行うかどうかの判断基準だったわけだけど、自国の経済力が判断基準になるのが顧問よ。顧問はナショナルフォーカスの時にも開いた国家ビューの休廷タブで雇用することができて、それぞれの顧問に、特定の効果得意視点の増加ボーナスがあるわ。ただこれらの顧問、雇う際の最初のタカットと毎月の維持費が必要になるのよね。要塞もそうだったけど、BU4 の初期の国家で顧問を潤沢に雇える国は限られるから、そもそも雇う余裕があるかどうか、雇うとしたら何人か、3人雇えないならどの顧問を雇うかの選定をする必要があるわ。自国の経済状況に関しては、国家ビューの左から4つ目の経済タブで確認できるから、そこで確認して決めてね。次も多少ダカットに余裕がないとできないことだけど、大事になってくる要素として、国内の異端、異教徒を回収する宣教師の派遣ね。EU4 には、いろいろな宗教、宗派が入り乱れているわけだけど、国内に国境と違う宗教、宗派のプロビがある場合、宣教師を派遣して、毎月ダカットを払うことで回収することができるわ。確認は、専用のマップもあるけど、慣れないうちは、国家ビューの右から、4つ目の宗教タブで確認すると楽ね。これはそもそも国内に異端、異教徒がいなければする必要はないし、ボスマンのように階級に人民がいて、特権によって回収できない場合などもあるから、必須ではないけど必ず確認した方がいいわ。国内の宗教が統一されていないと、不安定になりやすいということも合わせて覚えておくといいわね。さてここからは戦争の準備のお話よ。一部の国や特殊な例を除いて、基本的に EU4 で戦争をする場合、その国に対して戦線治癒を持っている必要があるわ。この戦線治癒を作るための一番オーソドックスな方法が諜報網の構築からの請求権の捏造よ。これは宣戦布告したい国に外交官を侵入させて、その地域はもともとはこちらの国のものだったという難癖をつける感じね。新しい古地図が発見されるんですよね。この諜報網の構築には外交官をその国に派遣し続ける必要があるわ。だから同盟や関係改善と合わせて、どこの国に送るかを考えておく必要があるわね。これも必須でないのは、国によっては特定の国に対して最初から戦線自由を持っている場合があること。あとはモリー大好き遊牧民のように、隣接しているだけで戦線自由がもらえるなんて国もあるためね。なんか誤解がありそうなんですが、まあいいです。今どこの国に対して戦線自由を持っているかについては、国家ビューの外交タブの中で確認できるわ。腰みたいなマークの横に並ぶのが現在戦線自由を持っている国ですね。一応戦線自由を持たないで戦争をする通称、ノーCB と言われる戦線方法もあるけど、かなりのデメリットがある戦線自由だから慣れないうちは使わないようにね。むしろノーCBをうまく使いこなせたら脱初心者なんじゃないかと思いますね。そして、最後に行う必要があるのが、陸軍や海軍の増強よ。それぞれの国には、国家規模に合わせて陸軍を扶養できる限界値が設定されているんだけど、大抵の国では最初、この陸軍扶養限界に対して少し少ない軍がいる状態になるわ。オスマンみたいに、最初からある程度軍がいる国家ならいいけど、そうではない場合は、できるだけ最初の段階で軍を雇っておきたいわね。ただ軍を増やせば、当然維持費もかさむわけだから、結局ここも経済面やすぐに戦争するかどうかと相談といった感じかしらね。陸軍扶養限界に関しては、生産インターフェースの一番上のタブ、陸上ユニットタブの一番下で確認するのがわかりやすいわよ。どこまで兵を雇うのかは本当に国家次第だけど、必ずチェックするようにね。というわけで、本当に長くなってしまったけど、ここまでが EU4 で時間を動かす前にやっておきたい12個の項目ね。普段流れでサクサクやっているのであまり意識していませんでしたが、本当に多いですね。EU4 に関しては、本当に項目が多くて、今回の動画だけを聞くとこんなにやるの？って印象を受けるかもだけど、一つ一つの項目でやることは単純なのよね。今回紹介していない部分も含めて、これらの操作は単純の組み合わせで EU4 ができていると言っても過言ではないわ。まあその項目数が多いのが難点ではあるんでしょうけどね。
それは否定しないわ。まあでも今日紹介した項目さえ押さえておけばプレイは開始できるし、本当に時間泥棒のいいゲームだからぜひプレイしてみてほしいわ。今回の動画が少しでも初心者の方の参考になれば幸いよ。もしここがわからないとか、ここの説明もしてほしいとあればぜひコメント欄で教えてね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。